港ゲッタさんの曲で未来の街まで。こんにちは。こんにちは、今日はどちらへ。こんにちは、お先に失礼。こんにちは、ごきげんよう。こんにちは、それじゃまた。穏やかな春の日差しが窓をすり抜け、あったかな窓辺から太平洋を望んだ。眩しいほどのキラキラ海を眺めながら、列車は時を越えまっすぐ走る。僕の住む街が裏から未来に向けて、あなたの住む未来の街まで。ゆっくりゆっくりと走り出す。ポカポカな列車の中は僕一人。各駅過ぎるたびに笑顔が増える。こんにちは、今日はどちらへ。こんにちは、お先に失礼。こんにちは、ごきげんよう。こんにちは、それじゃまた。港ゲッタさんでね、
未来の街までっていう曲を、弾き語りさせていただきました。港源太さんなんですけど、廃線のね、危機に追い込まれた、港線ひたちなか市に、走ってる鉄道なんですけれども、もう見事にね、季節の風っていう歌を、歌われて、16年、廃線の危機から、脱出してというか、もう沿線まで決まっているというお話を、聞いております。で、今日のね、この未来の街まで、未来の街まで、続く線がね、この港線だと思います。この港線ですね、はい。今日弾き語りをさせていただきました。遠く、京都からですけどね、応援しております。皆さんもぜひ、ひたちなか市に行って、港線にぜひ乗ってください。とっても素敵な、鉄道です。きっとね、感動されると思います。よろしくお願いします。それでは